はい皆さん毎度毎度伸ばしたいところは健康毛ですよはい宿毛矯正ね伸ばしたいところは確かに宿毛矯正かけてない健康毛だけど23ヶ月おきに来る方はまあ1回2回は毛染めされてるけどその程度だったら可愛いもんだよね1年ぶりに宿毛矯正かけるとかっていう方はもうかなりねあのやっぱり10回ぐらい染められてる場合があるよねで さらに縦で前回でわけわかんない宿毛矯正かけられてアイロンがぶっ壊れてるのか何なのかしんねえけど毛先の方までウェーブバックを起こしてるような場合だよね。でね髪が傷むからって弱い薬剤でやって髪の毛の損傷をさせないようにやってウェーブバックを起こしてるような場合だとまああんまりやりにくいけどまだすくいようがあるけど強い薬を使ってアイロンがぬるくてウェーブバックを起こしてるような場合だと。 1一液の痛みっていうのは結構深刻に進んでたりするよね、中間毛先部分ね。そうなるとね、弱い薬でまあ、1回で伸びなくてもいいやぐらいに気持ちでかけておけば、まあなんとかなるかな、で2回目、様子見てできるだけかけないように指導してね、まあ我慢できなきゃまた酸性かなんかの強制剤でちょっとかけるぐらい。 ね、お店によったらビビリ毛でも何でも宿毛矯正剤塗ったくってかける店ってなるからねそういうところから来たお客さんってのは怖いよねシク、まあ、宿毛矯正ね健康もなら楽勝だよね <laughs> 成果を美しいと思うかどうかですねはいリンク先生毎度毎度ね成果は生の花は花を殺すところから始まります。 難ししいいこと言い出したね美容もそうです加工しているのですからまあ美容業ねまあカットは髪の毛傷んだとこ切り取るようなとこあるけど毛染めもパーマも、まあ、コテで巻くのも何でもかんでもね傷めるっつうの傷んでおしゃれだよねおしゃれは損傷であるとねこれは切り花っていう意味じゃねえのかまあ生の花、まあ、花は枯れるために咲くとより にになるために花は咲くかじゃあね人間もそうなのかもしんないよね。まあ人間の場合はねさらに化学と物理とねありとあらゆる努力をしてさらに美しくなろうとね。まあ人間の場合もね最後は散っちまうけどねうん花のように短命で終わりたくないって何なんだろうね。まあちょっと哲学になっちゃうね。はいお疲れ様でした。